バンコク着いた着いたよ雨の顔が出てない。それからこれから体験が始まるのだ。じゃあね、また後でね。空港について、地下2階エアポートリンクの近くのところの、スーパーリッチ、ここで両替をします。換金は実は、確かここが一番いいはず。とりあえず5万円を換金します。そしてアノンは2万円。アノンのお小遣いは2万円。はい、換金をして、何やって通貨は分からん。ウォンウォンじゃないバーツや。タイバーツに換金してから今度は、シムフリーシムを変えて、それからご飯をします。ちょっと今人が並んでるからもうちょっとだけ待ってね。 OK。 円分を、タイバーツに、換金してもらいます。こんなになることやら。スーパーリッチってとこでね、やってるでね。はい、数字はこれね、数字これ。5万円は、13875バーツかな。ちょっと待ってよ。はい、いや、はい、コップンか、ありがとう。こんだけに変わった。じゃーん、13000。はい、こんな感じ。はい、続いてアノン。じゃあね、お金持ち。続いてアノンが行くよ。はい、はい、続いてアノンが両替。アノンは2万円分、お小遣い2万円分。パスポートとお金を渡して、両替をしてもらいます。これね、空港でも、入国 ゲートのすぐのところ、ではちょっと割高やから、ちょっと手間でも、地下2階まで降りてくるのが理想的です。いくら？2万円が5550バーツ。5550バーツで来るはず。はい、コップンカー、ありがとう。はい、アノン見せて。じゃーん、よし。はい、アノンのお小遣い、何が買えるかね。はい、じゃあ、さあ、これからフリーシムを買いに行こう。じゃあねん。両替で、タイバーツに交換してきたので、これからは、フリーシム、こちらを入れてもらうようにします。じゃあ、早速やってみましょう。はい、やろう。10 days。18 days。80 days。same price。 OK OK。 前までは 10 days ってのがあったけど、今は、15日になっちゃってる。でも値段は同じだから、この15日のでやってもらいます。はい、
まずパスポートも見せろ。パスポートを見せて、スマホを渡します。パスポート、はい、パスポート。15日使えるやって。でも父さんのは滞在期間は10日間。あのこれちょっと8日間、15日間だから一緒。もう長期滞在の場合は30であるけど、さあどういう風にできるかな。去年来た時は、フリー Wi-Fi、 Wi-Fi ルーターを貼りました。これをやってもらう前に、事前に国内で SIM ロック解除っていうのをね、してからじゃないとって、何を打ったんですか？今は暗証番号を入れて。ロック画面の暗証番号ですか？うん、大丈夫かな、なんか嫌な予感。うわ、なんかやり直しショールで。すごい不安。めっちゃ不安なんやけど。盗むの？もしかしたら。高山ソフトバンクの人に乗ってたら、高山さんのことから。たらアップデートが完了しましたって出た。使えるかはず。でもちょっと待ってね、まだ安心はできない。アクション ID、 アクション ID、 ニュー、ニュー、マイ、アップル ID が、あ、アップル ID ってどうやったっけか。あのアプリ入れるときに打つパスワードですね。 ID ですか？アップル ID はメールアドレスです。メールアドレスって何？メールアドレス、あの iPhone 登録したときのメールアドレスかな、の人が大体ですね。では時間がかかりそうなのでしばしお待ちを。事前に Apple ID とパスワードは確認しておいて来るのがいいと思われますね。かなり時間がかかりました。の違うそうですね。大文字、多分頭文字大文字やで。大文字と小文字と数字を交えたやつやと思う。無駄に行き詰まっておりますね。すごい絶妙な顔をしております。すごい真面目な顔。だって人のやつやったら速攻でできるって言うと思うの。止めます。へこんで今。めっちゃへこんどる。アノンに怒られました。アノンに怒られた。Apple ID とパスワードが覚えてませんでした。お店の人も不機嫌です。アノンの朝日にできた。これでできたらめっちゃやばい。ちゃんとできるように確認して変更したのもチェックして、もう入力はアナにしてもらいます。皆さん日本で確認してから来てください。ちゃんとネットの YouTube では言い訳タイム、そのままペペペペってやってくれたってなってさ、言い訳タイムですね。普通の人は覚えてますからね。お金出しとこ。
500、491人500出していけばいいな。ここで20分から25分かかってますね。皆さん確認してから来てください。ちゃんと4回目の挑戦です。 OK クリア、オーケークリアした。ここでタイでの電話番号を教えてくれるのと、自分の SIM カードをセロハンテープに貼って渡してくれます。 OK、 説明は適当に聞き流していたら大丈夫です。先ほど挑戦したお姉さんは上がりの時間ですごい速さで帰っていっちゃいました。5度目くらいの挑戦ですね。なんとかだった。あれアモンのこれは持っててるか、こっちに入ってます。長かったですね。全部で37分くらいかかりました。Thank you。 人や。Thank you。 できたできた、ご飯食べに行こう。できたできた、行くれ。人騒がせですね。行こう、ご飯ご飯。できたできた、15日間借りるんで。35分かかりました。アノンがおらんかったら絶対ダメだった。アップル ID とパスワードを控えてくること、あとは iPhone 探すの設定をちゃんと設定し直してから来てください。さっぱりわからんかった。ではご飯に参りたいと思います。チャンネル登録よろしくね。 See you。